ロケットラボはアメリカのロサンゼルスを拠点とする航空宇宙企業である。子会社の事務所はニュージーランドのオークランドを拠点とする。優れた柔軟性を持つ衛星打ち上げシステムとしてエレクトロンロケットを運用する。かつてクラウンリサーチの科学者だったピーター・ベックが創業者兼 CEO と議官を務めている。インターネット起業家のマークロケットが初期の投資家であり、 2007年から2011年に副監督を務めた。2010年12月にロケットラボはアメリカ政府のアパーショナリーレスポンシブスペースオフィスから低費用の使い捨て打ち上げシステムで超小型人工衛星を軌道に打ち上げる調査の契約を獲得した。2014年にベッセマーベンチャーパートナーズキャラハンイノベーションから2013年にコスラ ベンチャーズから投資を集めた。2015年2月にロケットラボ USA は、ケープカナベラル空軍基地を打ち上げ施設として使用できるようになった。ロケットラボは、ニュージーランドのバンクス半島の南端の海取れてスピットを商業を打ち上げ施設として使用すると発表した。2017年5月25日に、エレクトロンの初打ち上げが行われ、 第一弾とフェアリングの分離までは成功したが予定の軌道には届かず最大高度約2 5 0トルの弾道飛行となった。2018年1月の2度目の打ち上げでは軌道投入に成功した。アーティア -1 アーティア -1 観測ロケットの最初の打ち上げは2009年末に実施された。2段式ハイブリッドロケットで全長は6メートル 重量 60kg で弾道飛行により 2kg のペロードを高度 120km に運搬するために設計された。科学的なペロードや個人的なものを運ぶためである。アーティア -1 はコロマンデル付近のグレートマーキュリーアイランドから2009年11月30日7時10分、A、AM に打ち上げ予定であったが、 推進剤の充填の際に問題が生じたため2時30分、PM に発射された。その後、2号機は打ち上げられていない。アーティアマイナスに少なくとも2010年2月の時点ではより大型の二段式、ハイブリッドロケットアーティアマイナス -2 シリーズを開発中であるとしていたが、公式なアナウンスはないものの開発は中止になったとされ、同社ウェブサイトには、 アーテアマイナス1ともども言及されなくなっている。エレクトロンエレクトロンは炭素繊維強化プラスチック製の小型ロケットである。110kg のペイロードを1回ごとの打ち上げ費用500万ペイドル未満で打ち上げることを目標としている。2014年7月に発表され、初打ち上げは2017年5月に行われた。エレクトロンは 独自開発のラザフォードエンジンを搭載する。このエンジンは一般的なガス発生機サイクルやエキスパンダーサイクル、二段燃焼サイクルではなく独特の電池で駆動される電動機を動力とするポンプを使用する。エンジンの大部分は更新空中で電子線を用いて金属粉末を溶融、積層する電子線消費者溶融式 3D プリントで製造される。 ニュートロンはロケットラボが2021年3月に発表した2段式の中型ロケット。レオニハットンの打ち上げ能力を持ち、1段目を再使用することが計画されている。2024年の初打ち上げを予定している。ロケットラボはエレクトロンのキックステージを元にして衛星バスフォトンを開発した。エンジンとして自社開発したキュリーを採用し、 S, S バンドで通信を行う。投入する軌道の傾斜角にもよるが、最大ペイロード質量は1 7 0ラムとされる。2019年10月に、ロケットラボは早ければ2020年第4四半期にも、フォトンで、ガツ軌道にペイロードを投入する計画であると、発表した。このために改良されたフォトンは、惑星間軌道での運用に耐える、要推進材タンクを拡大し、 水力を向上させたハイパーキュリーを搭載する。低軌道用のホトンは太陽同期軌道に1 3 0ラムのペイロードを投入でき、惑星間軌道用ホトンのペイロード容量は4 0ラムである。ハイパーキュリーはキュリーの改良発展版でハイパーゴリック推進剤を用いる一液式または二液式の電動ポンプサイクルロケットエンジンである。ホトンの初飛行は ファーストライト衛星で、これはロケットラボ発の自社製衛星として、ほとんど実証飛行のために製作された。エレクトロンロケット14号機で2020年8月31日に打ち上げられた。このミッションでは、ファーストライト衛星とともに打ち上げ受託した顧客の衛星カペラにも相乗りしていた。この際、ファーストライト衛星はカペルラ2のアポジキックモーターとしても機能し、 カペルラ2を軌道に投入した後は単独の衛星として軌道に投入された。ファーストライト衛星自身のミッションは衛星の軌道上寿命を延長し得る新規、キックステージの軌道上実証であった。また、ほとんどの軌道投入能力を実証するため低解像度のビデオカメラも搭載していた。ロケットラボは2012年にアメリカ国防高等研究計画局及び アメリカ海軍研究局の資金提供により開発した年性一液式液体推進剤のデモンストレーションを行った。VLM はチキソトロピー性を持ち、戦弾力がかからない限り固体ロケット燃料のような挙動をすると報告されている。VLM の密度は固体ロケット燃料に匹敵し、比重は1.72あるとされる。これは通常の液体ロケット燃料が 比重一を超えることが稀なことを考えると、かなり高い数値である。VLM は特別な取り扱いが不要で、毒性がなく、水溶性で、衝撃に対する、感受性が低く、発火点が高く、大気中ではほとんど燃えないとされる。ロケットラボは、VLM に関する米国特許 US201 億2023万 4196A1 を保有している。ありがとうございます。